クレイジーファン。ナンバー・アイとキングプリンスの対立が深まる中、アーティストたちの本音が衝撃の告白をした。YouTube にアップされたナンバー・アイのオフィシャルミュージックビデオを見ても、再生回数は驚くべきものでした。たった2週間で2700万回を突破する再生回数は、まさに圧倒的な人気を物語っています。 しかし、この成功を称賛するだけでなく、我々はコミュニティの視点からこれがどのように社会的な影響をもたらしているのかに焦点を当ててみましょう。まず、ナンバー、愛とキングプリンスを比較することはできません。これらのグループはもともと同じグループでしたが、現在はそれぞれ独自の活動を展開しています。ファンはそれぞれのメンバーを応援し、共に成長していくことが大切です。 エムステの2023年最強パフォーマンスベスト30では5人体制キングプリンスが3位にランクインし注目を浴びました。しかし、これをナンバー、アイとの比較ではなく、それぞれの素晴らしいパフォーマンスとして楽しむことが大切です。一方で、アーティストたちは成功の裏に様々な思いを抱えています。楽曲やパフォーマンスが素晴らしい反面、メディアでの露出が十分でないことがあります。 これに対して、ファンはその才能と努力を理解し、彼らの新たな挑戦を支えることが求められます。時には失敗もあるかもしれませんが、アーティストたちは真剣に新しい道を切り開こうとしている姿勢が見受けられます。一方で、ファン同士の対立や比較は避けたいものです。特に、個々のアーティストが異なる道を歩む中で、過去のメンバーとの比較や不安感から来る攻撃は避けるべきです。 これはアーティスト自身だけでなく、ファンコミュニティ全体にとっても大切なことです。誰かを守るために誰かを傷つけることは許されない行為であり、ファン同士が争うことは避け、尊重し合うことが重要です。また、メディアによる比較記事に対しても冷静な態度が求められます。これらの記事がファン同士を対立させ、アクセス数を稼ごうとする手法は批判されるべきです。アーティストたちは心からのファンの応援を望んでおり、 その応援が真に意味のあるものであるべきです。最後に、新たな未来に向けて良い方向に進むためには、ファンはお互いに支え合い、アーティストたちの成長を見守っていくことが必要です。ナンバー、アイとキングプリンスがそれぞれの道を歩む中で、彼らの音楽が多くの人々に届き、共感を呼び起こすことを期待しています。